皆さんこんばんは、山本さやかです。ありがとうございます。ちょっと思った以上に人がたくさんいたのでびっくりしたんですけども、私は去年の2月16日にデビューをしてもう約1年になるんですけども、今年の3月23日にサードミニアルバム「つくしのことづて」が発売することが決定しました。その3月23日に渋谷デュオの方でですね、イベントライブに出演させてもらうんですけども、その、前売りチケットが今日発売しているので、数に限りがあるんですけども、ぜひ皆さん足を運んでいただけると嬉しいです。次の曲で最後の曲なんですけども、いつも最後の曲になるんですよって言った時にみんなからの A がとても気持ちよくて、いつもこのセリフわざと言ってるんですけど、じゃあ最後の曲聴いてください。